So we have some boy in River. One to them. Over P. Robin. Bumba will get bullet and spin him like bobbin. はい、始まりました大阪関西レゲエ年表シリーズ、今回もスペシャルなゲストに来てもらいました。レプゼンジャパンのトップセレクター Mr. オガ from JAWORKS。 Yeah, bless the people, オガ representing JAWORKS サウンド。ありがとうございます。皆様、オバピー君、ビッグオプステロクレバーブーン。Yes, I... いやまん、ありがとうございます。よろしく。よろしくお願いします。さあ、今日はもう今や日本を代表して世界を舞台に活躍するトップセレクターに成長した、ありがとうございます。オガちゃんですが、はい、所属しているサウンドはJAWORKS。はい、JAWORKS です。まあ今日はオガちゃん、まあ俺らからしたらかなり何個か下の世代のセレクターですが、そのオガちゃんから見た大阪関西のダンスホールシーンの歴史、まあ、いろいろ語ってもらおうと。はい、じゃあまず最初に、オガちゃんに聞いてるんやけど、はい、まあみんなゲストに聞いてるんやけど、最初にレゲエを聞いた時のこと、うん、はい、最初にレゲエと出会った時のことを覚えてたら聞かせてもらいたい。ね、実は僕の父親がレゲエ大好きで、うん、でもうお腹にいる時から太鼓音楽がピーター・トッシュだったんですよ。ゴンゴンクラーで、子守歌がジュニア・リードやってますよ。だからもう気がついた時にはもうレゲエがやっぱり、まあいろんな音楽流れてたんですけど、家ではもうレゲエかかってましたね。はい、もう物心ついた時から、物心ついた時からそばにはレゲエ、そばにはレゲエがあったんですけど、はい、まあちょっと正直子供の時は暗くて怖いイメージだったんですね。なるほど。親父と親父の友達らが集まって聞いてる大人の人らが聞いてるちょっと怖い音楽みたいな。なるほどな。感じだったっすね。そっからこうレゲエに興味を持ち出した、はい、その辺もまあ難しいと思うんやけど、そうですね、中学上がった時ですね、うんうん、1998年とかぐらいに親父のレコードがすごい気になって、でいろいろこう勝手に引っ張り出して聞いてて、でその時にココティ聞いた時に結構もう自分の中で衝撃やったっすね。かっこいいみたいな。ココティがかなりきっかけになった。きっかけになったっすね。でもその時にはもう親父はレゲエ聴いてなくて、うんうんうん、もう全然追ってなかったんで、うんうん、僕がちっちゃい時にハマってた感じだったんで、うんうん、ちなみにそのお父さんっていうのはもうレゲエの関係者というか、こうレゲエのセレクターをやってたとかじゃないです。じゃあ、はい、一人のまあレゲエフリークとして、そうっすね、まあ、レコードも、はい、レコード集めてで、あの喫茶店やっててレゲエ流れる、うんうんうん、で夜もやってて、うんうん、でそれに、この前出てたてるきさん、ダディ T とか、うんうん、カリシューさんとか、うんうん、遊びに来てた感じあって、おがちゃんのその家に、そうですね、僕がほんまにもう 2歳3歳とか4歳ぐらいの時の話なんですけど、そう、それで、まあ、その辺の世代の人らとのつながりは親父はあったんですけど、それで、まあ、ココティのレコードに出会って、はい、レゲエが好きになっていたと。レゲエ好きになってきましたね、うんうんうん、そっから、はい、こうよりレゲエを知りたいと、レゲエ好きになっていくにつれて、はい、
その時小賀少年はどういう行動に出たんやろ。で99年の時に、うんうんうん、その自分でレコード買いに行くようになって、うんうんうん、お年玉貯めてみたいな感じですけど、ほとんどレコード聴いてるだけじゃ物足らんと、ね、ちょっと自分でもレコード欲しいなと、はい、レコード屋に行ったわけや。レコード屋行って、それが梅田にあった VIC っていうレコード屋さん。ちょっと名前書いてて、あ、大丈夫そう、はい、今日はこの縦線のこっち側を、まあ、なるほど、90年代、はいはいはい、こちらは2000アーリー2000、こっちからは2010からまあ現在と、はいはいはい、すげえすげえ。で、90年代の終わりぐらいに、そうですね、覚えてんのがほんまにあのちょうどナッティジャマイカとか録音して、うんうん、あのランキンさんのやってた、ね、はあ、FM802 を、うんうん、やっぱ深夜やったから、うんうん、もう子供やし、うん、起きてはリアルタイムで聞けないんで、タイマーセットしてあのそうそう、カセットテープのラジカセのタイマー機能を使って、でも次の日それをもう朝一聞くのがめっちゃ楽しみやって、でデニス・ブラウンがちょうど亡くなった時やったんで、99年のその辺からもうあの自分で梅田、僕阪急沿線なんで梅田が近いんですよ。小賀ちゃん地元はどこやったっけ。地元川西、はい、なんで、あの阪急宝塚線なんで、もうピュって梅田行って、梅田一本行ってまず、はい、VIC に足を踏み入れる、足を踏み入れてレコードをね、その時にその最初に VIC に行った時に初めて買ったレコードとか、それもココティやったっすね。やっぱりココティの曲もっと聴いたココティの曲とりあえず聴いてやかっこいいみたいな。どんな曲入ってたようなアルバムなんやろな。ね、もう7インチやったっすね、ジャミーズの7インチ、はい、なるほど、7インチを7インチを買って、うんうんうん、ラブインザモーニングって曲なんですけど、なるほど、はい、その時にはまだこうレゲエのクラブというか、そういうところにはまだ遊びに行ったりとかはしてない。ね、この時はまだ行ってなかったですね。でも2000年ぐらいに親父に頼んで、うんうん、多分中3の時ぐらいにラブリッシュ一緒に行って、うんうん、それも梅田なんですけど、はい、多分それも99から2000年、でも2000年にはなってたと思うんですけどね、はい、ラブリッシュに最初はまあ連れて行ってもらって、うん、あともう中3の終わりぐらいになったら、もう自分らで、うんうん、自分らでっていうか、うんうん、あの家抜け出して友達誘って行ってましたね、うんうん、ラブリッシュ自分たちでも行ってたっていう。その頃誰がプレイしてた、よくプレイしてたとか。ね、オアシスでしたね、よう、なんかたまたまなんかもしれないんですけど、オアシスのダンス、うん、トランクス君がやってる、うんうん、よくやってるのにちょうど2000年に行ってて、うんうん、はい、まあ、トランクスもだからオアシス立ち上げてすぐぐらいやな、ぐらいなんですかね、うんうん、そこから、うん、まあ、ラブリッシュにちょいちょい遊びに行くように、ちょいちょい遊びに行くようになって、うん、そっからどういう歩みをたどるんやろ。で僕ずっと2000年にジャマイカ初めて行った2000年やと思ってたんですけど、今日ちゃんと見たら2001年やって、でその中学卒業して卒業するときに、次はもう親父にクラブじゃなくてジャマイカ行きたいって言ったんですよ。その時そしたら親父も行きたいってなって、死ぬまでに行ってみたいかったから、で俺もまあ大人になってというか、まあ中学生から高校入るまでの結構休み長いじゃないですか。そこで1ヶ月ぐらい休みあるから、もう卒業式終わって、そこをジャマイカ親父と2人で、なるほど、中3から高校に上がるまでの休みの間に初めてジャマイカ、初めてジャマイカ連れてってもらって、でその時純ちゃん、あのラブリッシュジャマイカの、はい、土地の純さんに、ラブリッシュには泊まってないんですけど、もうツアー組んでもらって、ちょうどこの時2000年 VIC も行ってたんですけど、東心斎橋にあったカスカスっていうお店、ちょうどもうそれも2000年から通ってて、カスカスにライオンミュージックデンが、多分ね、僕が行った時でもライオンミュージックデンが名古屋に行ってて、はあ、なるほど、大阪のライオンがなくなっちゃってて、でその跡地でカスカスがやってて、でその俺が VIC 通い出した時に、親父に心斎橋にもレコードあるから行ってこいって言われて、で行ったらカスカスだったんですよ。まあ雑貨もいっぱい置いてて、そうですね、でニューヨークからのカセットテープが当時売ってたんで、
だからレコードは VRC で買って、うん、ミックステープというかそのカセットはもうカスカス行って買うみたいな、うん、はい、で2001年にジャマイカ初めて行って、うん、アローズとかジュンさん連れててもらって、うん、でその時ホテル一緒やった、うん、石川県の人らなんですけど、うん、いてはって、うん、マーシャルアーツってサウンドやってたんですけど、うん、もうそっから会えてないんですけどね、うん、でその人らがダブ取りに行くっていうのでついてったんですよ。でそのダブ取り見て、うわセレクターやりたいってなんて贅沢なんや。それで結構もう、あ、帰ってもっとレコード集めようみたいな。あ、なるほど、もうそこでセレクターを志すんや。そうですね、バイトしてまずはレコード集めとくから、まずはレコード集めは話ならんなと思って高校生の時はほんまにバイトしてはレコード買って、うん、バイトしてレコード買ってっていうもうそれの繰り返しやもんな、繰り返しっすね。ひたすら集めて夢見てっていう感じで本気でレゲエセレクターやりたいって話になって、うん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 、でそれも親父に言ったら、うんうんうん、友達がジャマイカからもう帰ってきたから、うん、もう何年も行ってた連れが帰ってきたから、うんうんうん、行こうかって家行こうってなってアナログな感じで、あで、それがこの前出たラディーピー、ミスターゲート、パパゲートがテルキさんにサウンドシステム運べって言われて、ジャーワックス後輩がサウンドシステムやってるからお前とりあえずそこ運びに行けって言われて紹介されたのがオギドーさん、オギドーですよね。でそこでもうその時にはジャーワークスサウンドになってたんかな。